どうもプロボーラーラのスターです先日、星川丘ボールさんで行われましたシーズントライアルウィンターシリーズでなんとか準優勝することができました皆さん、本当に応援ありがとうございましたそして現地で応援していただいた皆様本当にありがとうございましたたくさんの、ね、方にお声がけいただきましてそして応援していただきまして本当に力になりましたありがとうございました今後とも応援よろしくお願いいたします。 今日はですねそのシーズントライアルウィンターシリーズの振り返りとですね私が行ったレーンアジャストをねご紹介させていただきたいなと思いますまずですねレーンコンディションですけどもこんな感じのコンディションでした クワタカップ2019のコンディションでした。2月の8日から東京で開催されます、このクワタカップのレーンコンディションだったんですね。そして、このコンディションですけども、すでにシーズントライアルが東京で行われておりまして、そちらでももちろん使用されておりました。そしてですね、そのスコアを事前にね、知っていたんですけども、もうとにかく印象ですけども、すごいハイスコというか、 高得点が出るレーンコンディションだなという印象でした。そしてもう300点を、ね、出されている方も数名いらっしゃいまして、その方の、ね、動画も SNS 上でアップされておりまして、そちらも、ね、拝見させていただいてたんですけども、非常に、ね、あの中からしっかり外に向けて投げている方が300点出ているなって印象でしたので、私も中から行こうというふうな気持ちでいました。そしてですね、伊賀ニンニンボールでも、その桑田カップのね、 このコンディションを引いて練習をしたんですけども、えー、確かにね中から行ったよう行った方がね、えー、いいような感じがしておりました。ただねあの外からも行けないことはないとは思うんですけども、えー、僕がね外から行こうとするとやっぱりちょっとウレタンボールじゃないと厳しいかなっていう感じがしてたんですね。 ただ、あの、ウレタンボールでねあの、僕の技術力でアベレージ240、250が出るかなと言われたら、それはちょっと厳しいかなっていう感じでしたので、もうここはもう中からしっかりね、出してリアクティブのボールで行こうという決心で本番に臨みました。そしてね、あの、星ヶ丘ボールさんでスタートしたわけなんですけども、まず練習ボールですね。最初はね、まあ全体のレーンの感じをつかむために外から投げてみたんですけども、外外で行くとね、なんか抜ける感じがあるんです 外外でも行けなくはないんですけども、えー、外側からちょっと外側に出てしまった場合に、えー、ボールが返ってこない感じがしてそのままーッと抜けてノーヘッドみたいな感じがあったんですよねですのであこれはちょっと外からは厳しいなと思ってもう中から行くことにしましたあの僕ねちょっとスパッと見てないので何枚目通したのかっていうのがちょっとよくわからない部分はあるんですけども大体131415枚目ぐらいからあの外に向かってます。 フッキングがまあ5枚目ぐらいに向かっては投げるあの感じで投げておりました。はい。で、えー、あまりにも、まあ、えげつない外ミスをしなければまあ、大丈夫だなっていう感じでした。ただね、あの中からあの外に向けて投げるんですけども、普通にね、普段通り投げてしまうと、やっぱりね、あの5枚で止まらずにあのそのまま抜けるっていう時もあったんで、まあ、抜けないようにね、もうしっかりスピードを落として、えーし しっかりと回転をかけて投げると、まあ多少の外ミスは全然返ってくるなっていう感じがしたんですよね。ですので、まあその感じでいこうという決心にして投げました。そうするとね、まあなんと1フレーム目から7フレーム目まで なんんとストライクが続いたんですね。あこれいきなりパーフェクトゲームいけるんじゃないかなっていう、まあ、内心思ってたんですけどもなんと8フレねあの7点出てしまって、あのーまあ、そこでパーフェクトゲームが出ずにその後もねイージーなミスをしてしまってねあのスタートは232点でしたで2ゲーム目もね、あのーまあ、13枚2 0枚15枚目ぐらいから外に向けて投げたんですけども2ゲーム目のレーンはなんかちょっとねそれでも抜ける感じがあのしたんですよね。で外ミスもなんか頻繁にして,しまって で、あのまあ、取れないようなねピンが残ることが多くてまあ、189点だったんですね。で、まあ、これではね。ちょっとビッグゲームあの打てる見込みないなと思ったので、もうちょっと中に入ったんですね。あの外に寄らずにもうしっかり中入りました。もうスパッとで言うと、おそらく15。16。17枚目ぐらいまであの中に入ってですね。 ししっかかりとにかく角度をつけてて投げていきましたでその時にさらにです、ね、もうスピードを落として、まあ、当然中に入って、ね、角度をつけるとフッキングまで持っていってボール抜けるんで、ねあのーまあ、角度が増えた分、ね、しっかりボールを戻そうということでさら、えー、にスピードを落としてさらに回転を自分の中では増やしてしっかり転がしていってしっかり外に出てもしっかり返ってくるっていう中イメージで投げていきました。そうするとと、ね、ボールがもうとにかく 多少の外ミスではね、もうガンガン返ってくるような感じになってきたんですよね。で、まあやっぱり外からしっかり投げられてる方も多くてですね、えー、外がどんどん削れてきて、まあ、あのー2、2ゲームさ2ゲーム目はちょっとしんどかったんですけど、3ゲーム目、4ゲーム目ぐらいからはね、全然、 あの楽になってきたんですよねはいなのでもうそっからはなんか僕の中ではもうハイスコレーになってきてですねそしてあの最初はねあの星ヶ丘ボールさんのあの右半面から僕スタートしたんですけども次あの後半のあの、まあ、5ゲーム目からあの左半面に飛んだんですねそしたらですねなんとまあ、あの右半面より左半面の方がね僕はですけどもボールがね しっかり返ってくるような感じがしたんですよね。ですので、あ、これはチャンスだなと。しかも中も、あの、内ミスもね、もうしっかり中に入っているので、えー、このレーンコンディションですかね、中はたっぷり油があるんですよね。しかも伸びてきてますんで、外がしっかり返ってくると。そして、う、え、ち、ー、にミスっても、このたくさんの油が助けてくれるということで、結構幅を感じたんですね。おお、これは、これは超ハイスコになってきたっていう感じがして、あの、もうとにかくね、あの、中から、 外にもう僕の中ではもう 5, 枚5枚目から7枚目ぐらいだったと思うんですけどそこに向けてしっかりとにかくか転がすという感じだけでした。 はい、そうするとねあの、本当に幅をすごく感じてあの、打つことができました。で、その5ゲーム目が279点でしたね、確かね。えー、そして次のゲームも244点で。で、えー、次のゲームがね、あのポケットにはまあ大体いくんですけども、206点かな。えー、その後あのー、まあ、あんまり飛ばすことができなくて、206点、220点だったんですね。はい、で、なんと、えー、予選、えー、8ゲーム終わりまして、 えー、3位、3位通過だったんですね。位位位かな2位かなな忘れてしまう通で、すすね位通で準決勝が始まってですね、あのまあ、休憩中に、ねえー、いろんなプロボウラーと話してたんですけども、なんかパールがいいっていうような情報もあの僕、聞いたんでねあの、練習投球だけ、あのじゃあ、パールも触っとこうと思って、パールを投げてみたんですね。 であのパール投げたんですけども確かにねあのすごいね奥もスパーンと切れてピンアクションもかなり出るんですけどもしっかりとピンも飛んでくれるんですけどもなんかねパールだとあの外に出た時にむちゃくちゃ反応して帰ってくるそして打ちミスちょっとした時にあの若干抜ける感じがしたんですねなのでなんかパックンツーみたいに感じて中はたっぷりの油で外はねあのドーン帰ってくるような感じがしたんですよ。で 僕は最初からずっとその日、あのフィジックス、フィジックスの800番に当てたフィジックスを投げてたんですけども、あのー、ま、後半、準決勝も、あのー、ま、これはちょっとパールのボールで行くのは危険だなと僕は感じて、あのー、ま、パールのボールよりはおとなしいフィジックスっていうボールを投げました。そうすると、えー、やっぱりね、そっちの方が安定しまして、えー、ちょっと、 外側に出ていってもやっぱりしっかり転がってくれるボールですしそもそもねしっかり転がしてるんで、ね、もうあので準決勝もねあのレーンコンディション遅いですけどもやっぱり外に出た時にしっかり返ってきてほしいのでもうとにかくしっかり転がしてとにかくスピードをしっかり遅めて投げてました。 えー、そうするとなんぼでも外ミスは返ってくるようになってましたしちょっとうちにミスってもたくさんの油が助けてくれるとそしてあのパールのボールだとうちにこぼすとちょっと抜ける感じがしたり刺さったりっていう感じがあったんですけどフィジックスだとねすごく収まってくれる感じがしたんですねで高得点が打てる時のねまあ,あの僕の鉄則じゃないですけどね特に何も考えることなくねとりあえずポケットに集めてたらピン全部飛んでくれるっていう感じだったんでねあのまあ入射角とかもちろんねあの多少は考えますけどとにかく あのまあ、ポケットに集めていこうっていう感じだけで掘っておりましたそうするとねある程度点数がまとまってえ3ゲームで700点あの打てたんですねでシーズントライアルはねあの8位まであの決勝トーナメント進出することができるということであの、まあ、700点打てたんでまあ8位まではとりあえず大丈夫だとであのなんとか絶対でも1位を目指して頑張りたいと思ったんですけども さすすがレジェンドの坂井武雄プロですね <laughs> もうねやっぱもう詰めが違いますよね詰めがもう本当にね僕はねやっぱりねえー、ここを持ってきたら酒井さんに追いつけるかなっていうところでねことごとくピン残してしまうんですねそういうところがまだまだ青いというか甘いというかねあの打ちきれないなっていう感じでしたねもう圧倒的なその、えー、違いは感じましたねもう今後はそこを課題に頑張りたいなと思いますただですねお恥ずかしながら 実はね、あの見慣れた方、気づかれている方もいらっしゃるかもわからないんですけども、えー、っと、準決勝2ゲーム目からね、僕、腕がね、ちょっとつっておりました。はい、腕がもうちょっと痙攣してたんですね。まあ、あの普段ね、やっぱりあの、まあ、12ゲームとか、なまあ、その日ね、えー、予選が8ゲームなんですね。で、3人打ちで8ゲーム投げたんですけども、まあ、それだけでもペースは結構早かったんですね。で、あのまあ かなりのハイペースでしかもあの、まあ、試合ですんでね普段の練習以上に集中しているものでかなり集中してますしかなり力もまあやっぱりねあの気持ちが入っている分やっぱ入ってるんですよね。 でなのであの、もう九ゲーム目、10ゲーム目か、十ゲーム目あたりで、もう腕がつってて、でその後もう投げ切るのがとにかく必死でね、最初、腕だけだったんですけど、そのうちね、両足もつってきて、もう大変なことになってきておりました、お恥ずかしながらね。まあ、さその結果って言ったら、あれですけども、最後の準決勝の最後は181点で、斎藤茂雄プロにまくばられてですね、あの予選え、準決勝もすべて通じて、3位通過で決勝、シュートアウトに行きました。 そしてあのシュートアウトなんですけどもシュートアウト始まる前にねあのシュートアウトっていうのはね、まあ、8人で、えー、勝ち上がりのトーナメントでやっていくんですまずはですねあの5位から8位の方が対戦して、えー、その勝ち上がった人が、えー、2位から、えー、4位の方と勝ち上がった人と、まあ、対戦という形になっていくんですねなのであの僕は、まあ、3位通過でしたので、えー、決勝シュートアウトは、えー、1回戦シードだったんですね投げなくていい状況でした。でその前にでですね8人で バンボックスだけで行うんでね、えー、そのレーンコンディションで練習できるんですね。ただ、あのー、皆さんちょっと、あの、僕の方、チラチラ見られてた方もいらっしゃるんですけど、僕、その練習ボール、実は投げなかったんですね。はい。もうね、あの、体がね、あの、<laughs> いろんなとか、あらゆるところがもう何しても、もうストレッチしようが何しようが、とにかく体がつってたので、もう投げずに行きました。はい。 それがねやっぱりね功を奏してですね、あのーまあ、2回戦ね始まる前に軽く練習ボールあるんですけどそれだけ投げたんですけども、あのー、やっぱりね釣り体がつってたのも全部解消されて、あのー、全然普通に投げれたんですね。 やっぱりでも休むってこと大事,大事ですねもう本当にねあの,あの作戦がなかったら僕あの決勝シュートアウト勝ち上がれなかったと思いますそしてその決勝シュートアウトあの勝ち上がなんとかねあのすごいメンバーだったんですよ斎藤茂雄プロと和田秀和プロと今井秀和プロと僕の対戦だったんですけどもそのメンバーの中でなんとか勝ち上がれてですねあのレジェンドの酒井さんと。 堺武雄プロと対戦だったんですねであの僕ね決勝シュートアウトで257点出せたのでこれはね勝てるともう確信して正直ね決勝戦いったわけなんですよひょっとしたらこれね僕ね300点出せるんじゃないかなっていう正直それぐらいの気持ちがあ,のありましたあのポケットにはもう絶対行くっていう自信があったので。 あのひょっとしたら勝てるかなと思って臨んだんですけど皆さんもうすでにね動画見られた方あのあの何ていうんですかね1枚も2枚も3枚も6枚も違うあの酒井さんの投球にねもう圧倒されましてなんと酒井さん290点ですねであの僕が258点で、まあ、残念ながら負けるという感じでしたねあの酒井さんはねあの内側の伸びた壁を すごくうまくスーッと生かしてあの投げてたんですね。はい。で、僕はですね、やっぱり最後までね、あのー、まあ、スピードも上げることなく、とにかく内側からゆっくりと転がすという感じですね。で、最後、結構遅いコンディションになってきたんですけども、えー、僕はフィジックスというボールを、えー、選択いたしました。僕はね、あのー、なんていうんですかね、42フィートの、コン42フィートですかね、これねあの40あ、43フィートですね、43フィートのコンディションで、 まあ確かにね内は伸びてる感じはしたんですけどもあのそんなにね内伸びきってるっていう感じはなかったんですよねなのであの内を絞りすぎるとやっぱりねこう左にガーンと折れる感じがしたのでまあしっかりとにかく出していこうっていうイメージで投げてましたスパッとで言うとおそらく25枚2345枚目あたりぐらい通ってるんだと思います、えー、そしてまあフッキングは、えー、10枚目ぐらいを狙って 10枚とか123枚とかまあそれぐらいかなまあちょっとざっくりですけどもそのあたりを狙って投げてましたとにかくある程度膨らまして投げていく膨らましてし投げていくイメージで投げるとですねちょっとぐらいの打ちミスは全然効いてくれる感じでしたねただねちょっと絞りに行くと絞った状態で打ちミスすると折れる感じがしたんでね あのまあ、酒井さんのような感じの絞り方は僕にはちょっとイメージがわかなくて絞らずにちょっと中から膨らましにいくっていうイメージで、えー、投げておりましたこの辺もね、えー、もし、えー、そうこういうレーンコンディションに近い状況でねたくさん投げるゲーム数の大会に出られる機会がありましたら、えー、ぜひねあの参考にしていただきたいなと思うんですけれどもあのその時もねあのフィジックを選択したりをねあの皆さんね中に入られるとやっぱりレーンが遅いのでねあの光ったボールを使われることというか まあ、走るボールを選択されることが、まあ、多いとは思うんですけどもあのこういうねクワタカップのコンディションねあの中はとにかく油激圧に入ってるんですよねもりもり超大油が入ってるんですよなので中に入れば入るほど入れば入るほどって言ったらちょっと語弊あるかも分かりませんけども中に入ったらねあのとにかく激圧のオイルなんですよねなのであの中に入ったら何て言うんですかね走るボールってイメージありますけども僕はですねこの大会に関しては 走るボールは、いや、むしろ暴れると思ってね、あの抜けたりあのフレッ、フッキングまで出て、帰るときはね、もう半端なく帰ってくると思ったので。 えもうフィジックスでもう最後まで行きましたちゃんと油を使ってねでもちろんあのフッキング狙うんですけどももちろん回転軸も考えてもらいましたはいまさにもうレイザーですよねとにかくひたすらこの大会はレイザーを考えて投げました投げる時にね、えー、スピードどうしようか、えー、そしてまあ回転数と回転軸どうしようか、えー、そしてまあボールをどの角度で出していくのか、まあ、こればっかりひたすらあの考えて投げた結果があのこういう感じで出てですね 本当に良かったなと、えー、思います。もうねいろいろ取り組んできた結果がね、えー、こういうところに、えー、出たのかなと、えー、思います、えー、本当にねもう僕2年い去年ねあのシードあのプロになれて今年はシードじゃないんですけども、えー、一昨年前かなもうシードほぼ、まあ、決まりだなっていう時があってですねただ、まあ、このままじゃね正直シード1年で絶対落ちるっていう確信がね変な自信があったんで まあこのままだじゃダメだなと思っていろんな感覚を得ようと思っていろんな人の、えー、勉強をしてですねあの自分のにはない感覚をとにかく得て、まあまあ、の本当に超一流の選手たちはどういう感覚であの投げてるのかなということを、まあ、ひたすら考えてですね、まあ、自分なりにある程度答えがあの見えてきたんですけどもあの、まあ、とそういうものに取り組んできてあのよかったなとはあのいうふうに今思っております。だかからこそですねあの今年はなんとか、えー 主要,な主要な大会出は5部屋ありますけどもね、まあ、とにかくえ出れる試合はすべ、まあ、てなんとか上位、えー、食い込んで、まあ、本当にね、あのーまあ、本当にね、言葉にすると笑われるかも分かりませんけども、本当にね、頑張って優勝を目指したいなと、優勝するぞと、えー、強い気持ちで、えー、頑張っていきたいなと。 思いますので本当に、えー、皆さんこれから応援よろしくお願いいたしますはい、えー、それでは、えー、振り返りは以上でございますまた内容がよろしければ高評価お願いしますチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますバイバイ